さあ、キャプテンコマンドやるぞ。久しぶりだな。何年ぶりだろうこれ。いや、ゲーセンでね、それこそこういうレトロゲー置いてあるゲーセンでね、遊んでましたけれども、いや、こういうベルトスクロールアクション結構いろいろありますよ。やっぱ最初にやったのは同じ多分カプコンさんから出てる、ファイナルファイトなんですけれども、このキャプテンコマンドは1998年っていうことで結構後の方ですね。いやでもちゃんと声出てんだよな、この赤ちゃん。強くない？え、乗るの？ロボットでロボット乗るの？どういうこと？強そう、赤ちゃん。スーパーベイビー、強そう。お、ボスか？ちょ、ダメだって。あー、やられた。ういうい、うおいおい、赤ちゃんを大事にしろい。痛いよ。おわ、こういう手の、この手のゲームはね、なんか囲まれたりすると自分の体力を減らしてこう、なんかね、全体攻撃みたいなのがあるんですけど、ああベイビー、本当にしますよ。マーク、ちょ、敵追わない。ロケランはダメだって。ロケランはダメだって。違う、斜め誘導はやめて。いやこっちもロケランライ。おい、オッケー、ステージ1クリア。やっぱ昔のゲームってサクサク進むね。いやでも当時の自分に教えたいよね。だってさ、100円200円を握りしめてゲームセンター行くわけですよ。で、こう結構ね、ベルトスクロールアクションって難しいんですよ。100円で全クリなんて多分当時の自分、わ、可愛いお姉ちゃん出てきた。いやいや、多勢に無勢。あ、色違いのお姉さん、いいね。あー、しびれる。ちょ、強いって。え、何、こんなむずい、この当時。はい、投げて、そんな効果音鳴る？ちょ待って、ちっちゃい、ない、なんかマイクハガーみたいなやつ出てきたけど戦う市長、ファイナルファイトで調べてもらえると出てきます。あの主人公ね、マッドシティだったかな、マッドシティかなんかの、市長、マイクハガーだった気がします。マジで売り札なんだが、さすが同じ会社のゲームだからって。真っ二つになってますけど大丈夫？昨今この手のあれ規制激しいよ。みんな殴りだったけど、あ、でもあれか、マークは一応ナイフ持ってたのね。で、この銀図って何？名前なんか
銀像とかだったから銀図いてててそういう子を言ってるうちにステージにのぼす。おいおいおい、わあ、じゃあその後半やめろ。お、パターン入ったんちゃう？パターン入ったんちゃう？いや、だからそれやめろっつって。え、なんでそんな入らんの？ああ、やられた。やられた。お前、仲間ごと撃ってんの？それはまずくない？お前のためにと思って出てきてくれたのに。おお、仲間ごと燃やすの？まずないそれ。やめろその森みたいな撃つの。いったやっぱりね。あ、キャラメイク、キャラメイクじゃ、キャラ変更しようと思ったら銀図のままだった。でも銀図強いな。銀図いいぞ。あと一発ぐらいなんだ。よし、マップ脱。ステージ2クリア。今日はね、とんがりコーンお供にね行きたいと思いますけれども、手がね油まみれになるんで今箸で食べてます。うん、久しぶりに食べるとうまいな、とんがりコーン。でもスタジオに来て思ったんです、裸のまま置いてあるからしけってます。ちょっといつぞやのあれみたいにしけってます。若干もうちょっとサクサクしてると思ったんだけどな。さあ、やっぱこの手のゲームね、雑魚キャラ大抵ね色が違うだけで結構形はね使い回しが多いんですけれども、なんかちょっと大きいお姉さん初めて出てきましたね、これね。ああいいね、キャロル、キャロルとソニエおお、煙玉みたいなの投げた。いいよ、銀図いいよ、銀図いいよ。いいよ。さあちょっと和風な、これ銀図もうホームじゃない。銀図いいの？そんなお前刀から銃に持ち替えたけど、なんか出てきたよ。あ、いいよ銀図。おお、刀なんか持ってっから。ちょ待って、後ろからやめろ。ウェビー、お仲間じゃん。銀図のおい、仲間だって。俺仲間だって。あれ、天丼じゃん。大好物よ、忍者の。いや忍者が顔さらしたらまずいて、素顔さらしたらまずいて。いた。おー、侍お前でも背中めっちゃ嫌で撃たれてるけど、痛ないのお前。あとこっち主人公の一人なんだけどさ、雑魚キャラの走り方と銀図の走り方全く一緒なんだけど、ちょっと差別化図ろう。レッツゴー。おいいね、忍者屋敷いっぱい出てくるじゃん、いっぱい出てくるじゃん。あ、青色。青色のお前肌色悪くない？緑色してんじゃん。あー、やられて。うん、危ない危ない。そう、うわー、手裏剣。じゃあ、やっぱね、キャプテンコマンド。キャプテン。うん、アッセンブルね。アッセンブルするぜ。いてて。
和洋折衷な感じね。いいね。よしよし。なんか、あ、いいね。ティー。ティー。コーヒーか。コーヒーでございますけれども。なになになに。おお、なんかえらい歌舞伎っぽいやつが出てきたけど、あ、お前武蔵って名前だったんだ。ヤマト安直ね。いった。主人公真っ二つになった。おいおい武蔵、お前もう刀折れてるから無理だって。ヤマト、お前こっち火炎放射持ってっから。火炎放射だ。いた。お前やるやん、やるやん武蔵。じゃあヤマト。だがしかし、え、なになになに。いや、ずるいて、ずるいて、またそういうの。いたいたいた。いたいたいた。いや、もうヒット&ウェイでいくよ、ヒット&ウェイでいくよ。あ、ちょっと待つ。あー、いや、初心に戻ろう。初心だよ、やっぱり。やっぱ赤ちゃん、最強赤ちゃんです。赤ちゃん、お前赤ちゃんに、赤ちゃんに向かってお前そんな危険な。いたたた。いや、赤ちゃん結構肉弾戦。お前その見た目でマイクハガ寄りなの。ファイナルファイトだとマイクハガよりコーディ派だからな。あ、でも結構身軽だな。 OK、 ステージ3クリア。蹴ったとんがりこうめず。クメちゃんかわいい。あ、マイクハガーのなんか像出てきた。皆さん、あれがマイク ハガーですよ。え、ちょ取らして。じゃもう売ってきてるやん。おい、戦う赤ちゃんなめんな。あぶね。赤ちゃんに向かってミサランとこ、お前それはあかんだろう。これ説明欲しいよね、なんか各々が戦う理由みたいな。なんで赤ちゃんはロボットに乗って。ライドオンさせて、ライドオンさせて、ライドオンさせて。ライドオンどうすんのこれ、わからんのだが。いやーベイビー、やっぱねマックです、マック。これどうやって乗るの。さっきなんか乗ってたけど自分も。あ、ジャンプね。このロボット、火炎放射打つと足止まるのちょっと弱いな。え、急になんか世界観変わったけど、なんか脳みそチックなもんがね。いやー、ボスやん。もう左も出てるもん、モンスターって。モンスターじゃんこれ。あ、もう促されている、行けって。うーわもう、うわ無理だって。ライドオン、意外とね、ライドオンせん方がいい、強い説。 I can fly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 。
おれロケランジャー、ロケランジャー、おお飛んでくんのやめろ。いいよマック、マックいいよ。もうなんかねボスになってくるとねあんま連続で攻撃入んないんだよな。あ、光線だあれ。へえ。いった。え、まだ生きてた。ごめんマック。やっぱ銀図、銀図です。皆さん銀図でいこう。危ない。いいよいいよ。てかお前やったら止まるんじゃんって思うのは僕だけですからね。いた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 。対空もちゃんと、いや対空対空やれるやんお前。そんな、いたよしいいよ、いいよいいよ。銀図いいよ、銀図銀図いいよ、銀図いいよ、銀図銀図。あすいません私こそ、えあれ、ちょちょ今あのキャプテンコマンドをやってるからさ。キャプテンコマンド、キャプテンコマンドをやってるから。うん、じゃあつけてもろて、つけてもろて、はよ、はいはいはい、せーのでね、はいはいはい、せーの、ゲームセンターわらじ。はい、いらっしゃいお嬢ちゃん、川西健吾です。いらっしゃいお嬢ちゃん、寺島俊太です。ゲームセンターわらじへようこそ。はい、冒頭ずっとやっておりました私。すいませんでした。いやー、2時間かかりましたよ。やば、やば。ここまで来るのに。やばすぎ。2時間かかりました。僕到着して、はい、1時間17分待ってます。いやですよね、うん、ですよね。一通り今日やるゲーム、うん、あの遊んで、 で今もうキャプテンコマンドをやってるから。あ、本当にすいませんでした。まあまあしょうがないよね。東京都民の皆様はもうちょっと今すぐ車を売り払いましょう。あれ悪魔の乗り物なんで、あれに乗ると人生終わりますよ。大事な商談とかに遅れますよ皆さん。車今すぐ売り払ってください。キャプテン、キャプテン、キャプテンコマンド、キャプテンコマンド。そう、なんかレトロっぽいゲーム。そう、キャプテンコマンド知らない？僕初めて聞きました。ファイナルファイトは知ってる？なんか名前だけ。あの手のベルトスクロールアクションゲーム。ああ、スーファミとかですか？これはもともとゲーセンかな。はあ、下船であったものを、まあ、移植したりとか。なるほど。すさみとかでも出てたんじゃないかな。なんとなく懐かしい、あのいとこのお兄ちゃんの家とかで見たような記憶はありますけど、うんうんうん、スト6はやったんですか？やった、もう配信じゃないとこでやった。テストプレイ的な。そう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 。でも配信よりテストプレイをがっつりやったみたいな。がっつりやった。キャラメイキングもしたから。申し訳ない。キャラメイキング、あ、キャラメイキングできるんですか？キャラメイキングできる。オリジナルのね、自分のアバターみたいなのを作れる。なるほどなるほど。僕はもう作ったんで、あとよかったらあの寺君で。もう僕はもう元から、うん、元からあるやつで大丈夫です、うん、もうデューで、おじさんに会ったデューを使います。いやー、はい、ちょっと三ツ矢サイダーいただきます。はい、飲んでください。一息ついて、すいません、一息ついてもろて。いや、新しい感じだね、うん、今回のわらじ。まあ、新しい感じ、まあ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 、新しい感じというか、そうですね、もう二度と会ってはならない感じというか。最初で最後にしたい感じというかね。貸し1だから。もういや、もう10ぐらいつけてください。中尾さん、だからもう2時間ぐらい2時間ぐらい使います。もしかしたら次来ないかもしれん。あー、有給、有給、有給。あ、全然
じゃあ次のわらじ、有給で二役やる対戦ゲーム二役やる二役、一人で二役やる、うん、コントローラー二つ使える。そうそうそう。じゃあ、キャラメイクを、キャラメイク、あの僕が作ったキャラをね。ああ、すいません。まず本来今日やるゲームは何ですかというところなんですけれども、はいはいはい、さあ、はい、今回は、ストリートファイターアセックスでございます。ね、お、あれ？ストリートファイター。いやでも今日の俺はそんな突っ込む資格ないからそんなとこに突っ込む資格ない。出ました。あ、私がキャラメイクしたやつ。ええなんかキャラメイク失敗してません？いやこれもう最強ですよ、ほらこのくびれえぐね。ワンピースもびっくりな。あー確かに、ワンピースですね。うん、でやっぱりワンピースといえば巨乳。まあ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 、巨乳なんすかこれ。巨乳これおっぱいですかこれ。これおっぱい、なんかおっぱいじゃない形してますね。おっぱいで、あと多分ね、ギアセカンドぐらいは行ってるからあの太ももにこう今パンプしてる。あ、パンプ、あ、そういうことですか。そう、パンプしてるなんかあの低反発枕みたいな、ちょっとあのおっぱい見せてもらっていいですか。低反発枕かんないです形的にちょうど首がいい感じにこう右上に名前出てます。アフリカ好き。いやいや偏見すごいな。アフリカ好き、なんかあるけどアフリカ感、うん、あるでしょ。これにボコボコにされればいいですか僕今日はこれに僕の竜が今日はボコボコに。いやいやいや、そこはもうガチでね。ガチでいきましょう、うん、ということで、いやこんなんまでできるんですね。このできるぺっちゃんこというかあのまず男女を決めれるし、ね、いろいろ髪型だ、顔の、ね、輪郭だ、彫りの深さだ、タトゥーみたいな、うん、よくこの形状にフィットする服ありましたよいやあったんだよ珍しい。あったあった、ね、くびれんとこだけ無理くりなんか選択して縮めてません？あれ、あそこだけ乾燥機届いてますその可能性大かもはい、ということで、まあ、いろいろねモードがあるんですけども、どうしましょうかね。まず普通にあのなんか今回はあれですよね、モダンっていうねなんか操作方法で簡単初心者でも遊べるやつがあるみたいで、そうそう、ボタン一つで ねあのスマブラみたいな操作方法になったんですよね。あの、うんうんうん、コマンドを入れなくても波動拳とか出るみたいな。はい、でまずは2人で対戦していこうかなというところで、一回じゃあちょっと画面戻しますね。メインメニュー戻りますと。今回はね、あの久々のナンバリング最新作ということですね、うん、ストリートファイターは、まあ、5が何年か前に出てましたけど、はいはい、待望の6ということで、バーサスモードのチームでこちらで、5人キャラクター選びまして、あ、なるほど、5人で5対5。ああ5対5か。勝ち抜きにしない、星取りにしますか、うん、対戦ラウンド数は3 1、あ、まあ、そうですね、タイムカウント99、はいはいはい、スーパーアーツのゲージもここら辺はまあいきましょう、そのままで、うん、あ、これ私が1本、あら、戻しちゃった。そうか、罰がこれあれなんだ。そう、海外仕だから海外仕様だ。はい、わーだ、僕ストリートファイターやるなんて本当マジでスーファミ以来かもしれないですね。自分はね、スーパーファミコンとあとゲーセンとかでもやってたから。あ、ゲーセンでも初めて買ったのスト2でしたね、スーファミで。うんうん、なるほどね。じゃあ、キャラクター、先方、時報、中堅、副将、大将、なるほど、3キャラ、あ、5キャラ選んでいきましょう。もうストーリー知らない。あれ、ダルシムおじいちゃんになってる。ダルシムおじいちゃん、ダルシムが年を取っている。ザンギエフにしよう。僕はね、クラシックでいきます。あ、これ同じキャラも選べる。あー、年数経過してる。はー、だから、うわ、でもエドモンド・ホンダはなんかあんまり分かんないな。ね、剣もいいやつになってるな。ジュリーちゃん、キャミ、新キャラがいるんですよね、この辺の。ここら辺、そうですね、
誰に知らない人がいる。な、JP って何？ JP？ JP？ うわ、デュー渋い。デュー渋い。ガイル。やっぱ俺は最強のエドモンド・ホンダでいい。よっしゃ。そうね、剣と竜入れてるから、この感じでしょ。やっぱかぶってない方がいいよね。キャミーで、あと誰かぶってないかな。ガイルも渋くなってるね。何年ぐらい経ってる設定なんですかね。リアルタイム経ってるってこと？20年ぐらい経ってるってことですか。へえ。あ、20年どころか、なんか僕は小5歳とか6歳の時だから、6歳だとして今28年経ってるわけでしょ。うわじゃあ先方ザンギエ2人ダルシムファイト。これは何ボタンを押したらいいんだろう。おーおー、ヨガファイヤー。ヨガファイヤー、お前そんな上に飛ばすの。あ、ヨガフレームね。あ、対空強いね。ヨガファイヤー強いです。うわぁ対空強い、対空強い。あ、あ、ダブルアリア、ダブルアリア。あれ、ダルシム得意の、あ、これか、これか、腕伸びんのこれだ。うわぁ、ドライバー、なんだと、やば。あー、強い。ニーキック。ダルシムダルンダルンになってる。ダルシム腕伸ばしすぎてダルンダルンになってる。次、時報。これは三角であれが出るのかな？なんかそのモダン。あ、昇竜拳出る。うお、なんだ。痛い痛い。うわうわ、やば。あ、熱い。竜巻旋風脚出したい。うえいっ、あ、いった。お、流れる動き、お、強い、剣。あー、わー、しゃー、あー、よかった。剣強い、剣強。だいぶたくましくなりましたね、剣も。ねえ、もちろんヒョロイメージだったんだけど。ですよね、なんかヤサ男みたいなキャラだったのに。誰？ JP。 JP？ 何これ。 JP？ JP ムキムキだけど、なんだ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 、 JP 何？何？あ、飛び道具大工です。え、なに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 、え、なに？ JP 何？痛い。サーバスト。え、それ、つかみ技なの？ JP 強すぎません？これ強っ。やばい。なに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 。あ、それマジ辛いわ。いやー、それやめて。これそれ強くない？これ最強技かもしれない。あー、やばい。あー、ガイル強い。ガイル二の腕太すぎん。ガイル全然ハゲないですね。あの密集度というか。確かに、間違えた。あ、来た。うわー、リュウ。リュウちょっともうなんか山ごもりしてそうな。お、強い強い強い。やっぱりリュウ強いわ。キャノン、まあやっぱり主人公ですから。え、なに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 、なんだあれじゃない、インク塗るやつ。
おお。あ、待て。おお、ぶね。いやー気持ちいい。竜めっちゃ気持ちいいっす。竜強いな。竜強い。いい勝負。いい勝負。うわ。本田。来ましたよ。本田といえばこれでしょ。あれ出ない。あれあれ。本田といえばスト2の頃あのひたすら張り手するっていうこれ。あ、これだ。あれ痛い。いた。何これ。うわ、それ怖くないですか。それ怖い。それ飛び道具。あばい。あばい。あばい。あ、あばい。あばい。やばい。やばい。あ、やったー。強い。本田強い。江戸門の本田強い。やっぱ相撲ですよ。くそー。一応ね、格闘技の中で一番強いのは相撲だっていろんな格闘漫画で言ってましたからね。いや面白い。やめたもん。これやっぱなんかいいですね。モダンがいいですね。これはモードセレクトですかね。昔波動拳とかやっぱ全然出せなかったんですけど、今回本当にボタン押すだけで出るから、エクストリームバトル、ギミック、はい、参戦はエクストリームゲージ、ギミックには爆弾やショックゾーンなど避けなければダメージを食らうものがある。え、本当にあれですね、なんかスマブラみたいですね。確かに。あ、今回はとんがりコーンが、そう、おいしいよ。いいんですか、僕みたいなものが、僕みたいなものが食べることは許されるんでしょうか。指に、指にはめて。食べていいんだよ。あ、最近のとんがりコーン指に食べられない仕様になっております。おい、どうなってんだよとんがりコーン。指にはめれません。久しぶりに食べたと思ったらとんがりコーン指にはめれません。何これ。スリップマスター、相手を先に5回ダウンさせろ。シーソーバーを相手側に押し込め、パネルに記されたアクションを先にクリアしろ。ヘブアンドヘル、ランダムで様々な効果が追加。ロールプレイバトル、先に目標スクエアに到着しろ。ボーナスアクションを成功させると体力スクエアゲット。ああ、発熱ね。何がいいかな。水槽が相手がいますか。うわ、面白そう。なんか俺ネットオールがいる。あれ、六角パカッコになるんですよね、6番の。さあ、キャラ選択でございますけれども、さっき使ってないチュン。あ、うん、なあ、じゃあブランカ元気出すやつですね。行きましょう。チュンリーは全然年取らないですね。いやもうやっぱ、ね、中国だから。どういう理屈ですか。わからん。全然わからん。よっしゃ。そう言ったらねえ、こいつも年取ってないでしょ。全然ブランカも全く年。いた。あ、なに、俺なんもしないのに。あ、やだ、や、やば、やだ、やだ、あー、ちょっと待って。すごい。いいよ。おい、いいよ。ああ、それ。いやい。ちょっとブランカの技が分かんないですね。なんかあの電気めっちゃ出すやつありませんでしたか昔。ああ、なんか連打でね、バリ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 。これか。あ、
向こう行け、お前向こう行け。あ、くそ。行け、メットル。メットル行け。それ強いな。行け。あ、くそ。バリ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 。行け、メットル。あ、やばい。押し切られる。マジか。それはきつい。あ、よかった。避けてたね。やばい。あ、やった。なんだ、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 なんか知らないキャラいた。うわ、強い。ちょ、めくりはやめて。あ、くそ。なになになになんだ、なに、なに。行け、向こう行け。空中でも撃てんの。いやー痛い。やったー。 あれしかできない。あのぐる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 ってするやつ。ジャングルでふざけると死ぬのか。おお、これおもろいですね。いろんなルールとかね、ギミックがあるみたいで、試してみますか。 OK。 それとこれルール、ギミック、セット、今のがシーソーバー。パネルに記されたアクションを先にクリアしちゃう。これむずそう。これとトーギュー。トーグ、何がいいかな。使ってないキャラ、キャミ使ったし。いや、今回これで全員なんですよね。なのかね。もうあのバルログとかいなくなっちゃったんですかね。あー、シャドルの幹部たちね、シャドル。え、ちょっとあまりにも詳しくなくて。シャドルの幹部。シャドルっていう秘密結社みたいなのがいて。あ、そうなんですか。そうそう、こいつにしめ。ジャミエ。じゃあ DJ。 あー、なんか新キャラ同士。ベガとかいなくなった。サガとベガ。あーね、そこら辺のシャドル組がいなくなったわ。あ、なんかブルースリーみたいな人もいませんでしたけどね。そんないたいたね。 DJ、負けても泣くなよ。イケメン。お、パネルに記されたアクション。3コンボ3ヒット以上ダメージ受け7秒。あ、そういうこと。え、ちょっと、え、なになに。いた。うわ、ちょっと闘牛邪魔。闘牛マジ邪魔。こいつマジで強いっす。痛い痛い痛い。やばい、必殺技がわからん、こいつですね。あ、痛い。牛なんだ。痛え。牛強え。お、ドライブインパクトってどうやって出すのか全然わからん。投げもわからない。あー、わかんねー。投げって何ボタンで出すんだ。普通なんか組み合う。あ、なんだ。あ、いた、いた。今見て、牛。ちょっとめっちゃいい感じだったの今。
いやー、涼しい。おお、うわ、牛来てるよ。牛、やばい、やばい、それやばい。おお、おお、投げわかんね。投げがわからん。ドライブパリがわかんない。痛い、痛い、わかんね。なんかめちゃくちゃ出た、このめちゃくちゃ。ほら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 、タイムアップした。あー、投げわかんないな。投げ、あー、四角と×同時押しで投げ、初めて知った。なるほど。おー、できた。なるほどね。あれ、でも投げになんないな。うわ、なるほど。いけ牛、牛強っ。痛い。いや、あー、すげえ、コモンプレート、すげえ。なに、パニッシュカウンターってなんなんすか。あれだ、テニス選手とかやる。そう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 、すごい強いの。もう、こんなんで世界に誰が戦いましょう。なるほど、こんなんできるの。そっか、昔と違ってもう家でオンライン対戦できるのか。戻ってこちらですね。でもこれで世界と戦いましょうよ、これで。OK。私が作りましたキャラクター、アフリカ好き。アフリカの人と戦いたいですけどね。いると思うよ。あ、でもやっぱいる、たくさんいるわ。うわ、すげえ。やっぱみんな、あ、お前、親近感湧くな。お友達だ。お前、親近感湧くな。同じ趣味してる。やらないか。胸筋、胸筋勝ちで。なんだろう、日本語通じるのかな。こんにちは。若干ですよ、ほんと若干ですけど、ちょっと吉嗣さんに。なんだろうな、この胸筋の発達具合。そう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 、そう、そう、わかるわ。わかります、わかる。結構鍛えてらっしゃるじゃないですか。うん、すごい。あれ、また親近感湧くね。親近感湧くね。親近感湧くね。おお、個人チャットなんて読むんだ。いきゃんとびながめ、こんにちは。結構埋まってるな。埋まってますね。あ、でもこの辺空いてるから、座ってたらもしかしたらね。誰かやってくれる。あ、この人一人でやってるから。対戦申し込みますか。申し込みましょう。しかもおしゃれマスターって書いてありました。分からせてやりましょう。アホでかすぎ。あれ、 JP になってる。あ、このなんか台で戦うときはこうキャラクターこれになるのかな。あ、 JP 強いさんの。え、ちょっとスプラトゥーンみたいになってんじゃん。待って、ちょっと、ガチ勢すぎる。あー、ちょっと、一回ぐらい意思向けましょう。ちょ、今配信やってんだよ、こっち。な、今こっち配信やってんだからさ。すごい、すごい。あ、いい、いい、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。あー、いい、いい。お、なに、母さん、母さん、母さん、急になに。母さん、急に隠された。すごい。
母さんすごい。危ない。なになに、おおすごい。あれいい、互角互角。あ、あ、あ、うわーむごい。あ、なになに、なんかやばそう。うわー、え、え、やっぱ乗ってるじゃん、スプラトゥーンだよ。おじいちゃんがスプラトゥーンみたいにされて負けた。最後かっこよ。え、この子めっちゃかっこいいな。おじさんの亡くなった事件のことをいつか突き止めてみせる。あ、そういうなんか過去がある。ちょっと重かったね。そういう意外と 重い系だったね。そういう過去があったんだ。キャラクター、あ、キャラクターここで選べるわ。やっぱこっちでやれる。あ、こっちでやりますか。まあ、やっぱり世界の日本が誇る力士、エドモンド本田、行きましょう、うん、で、で、丸ボタンで戻る。一応ね、このアバターでも戦うことはできるらしいんですけど。あ、へー、あ、これでも、そう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 。え、お、来た、誰か戦ってくれと。来た、いいでしょう。私ね、ルーク見せてやりますよ。あ、日本対日本。あ、日本なんだ。なんかプレイヤー の今国籍がどこかみたいなのが。待って待って。おっしゃー、おいしょー、おい、あ、待って待って、あ、待って待って、ちょっと待って、きついきつい、待って、あいいよ。おお、いいよ。ああ、くそ。さあ、相手の飛び道具は届かない。こっちの飛び道具はない。でも、ホンダはね、おお、百裂張り手。あ、待って、待って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 、おっしゃ、何、いいよ、おお、いいよ、おっしゃ、こらー、こらー、なんかわかんないけどできてる。いいよ、押してるよ。あーあー、なんかぶち込まれた。これやっぱ適当に押すと出ます。なるほど、でガチャガチャ押すと出ますよ。なるほど、ほらほら、いいよ、先制取って。痛い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 。さあ、いいよいいよいいよ。痛い痛い痛い。お、いいね。おおし、おお、押してるよ押してるよ。これはいったんじゃ。よっしゃー、ナイス。なんか勝った。さあ、ファイナルラン。さあ、さあ、モンダホンダ、いや、いいよ。さあ、勝てるのか、勝てるのか、エドモンド・ジュンタ、エドモンド・ジュンタ勝てるのか。うわー、くそ、まだでもそんなに離れてないよ、体力的には。ちょっと押され気味だけど、やばい、よっしゃ、ちゃんと見えてるよ、見えてるよ。あ、待て待て待て、貴様貴様貴様、それは待て待ってくれ。あ、ホンダホンダホンダ、待て、あー、強い。あの2戦目は完全に遊ばせてくれましたね。うん、強い。いや、面白い、面白いね。あ、ラストやったら、もう十分自分やったから。いいじゃあ、うん、再戦で最後やりますよ、エドモンド。見てください。痛い痛い痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、よっしゃ、サバ折り投げる。いた、あいつ強すぎる。あいつ最強からキャラじゃないですか。今回のパッケージのキャラクターですね、ルーク。お、なんだ、おお、じゃあ
ルークの CV はおそらく前の友明さんですね。マジっすか。そう。あー痛い、おかしいな。あーくそ惜しい。あー金沢さんや。ストリートファイター6のアバターのボイスオーディション受けたのにな。あ、そうなんすか。アバター？そうそうそう。あ、じゃあアフリカ好きの声やってたかもしれないです。そうそうそう、こういうあの既存のキャラクターじゃなくて自分で作るアバターの。ああはいはい。あ、そうなんですか。そう、ボイスオーディションあったんすよ。オーディションあった、受けたかった。多分ね、打ち仕切りだった気すんだよな、マウス。いいな、うん、なんで入ってないんだろうな。あーちょっと押されてるよ。そうですよね。あー強い。無理です。さすがにちょっとネット民強すぎますね、ガチ勢が多い。いや強いな。でもちゃんがやっぱ昔より技がいっぱい出るから面白いですね、簡単に出せるから。うんうんうん、うん、昔ってなんかもうあの下中キック連打みたいな、はいはいはい、ね、強キックなんか通常技の応酬みたいになってましたけど、うん、赤さん敵取ってくださいよ。敵取る。じゃあキャラクターガチでいきます。あ、ガチ龍。龍来ました。誰か、あ、ここ一人で戦ってる、これにしよう。はい、対戦お願いします。スト6ストーリーのクリエイト、あ、作成したこのキャラプレイヤーが動かす男女のキャラクターのボイスが市木さん。ああ、市木さんってだって格ゲーガチ勢ですよね。そうそう、KOF 大好きだから。そうですよね。あ、竹尾、大塚竹尾くん、うんうん、松本しのぶさん。あ、うちの人じゃん。岩崎亮太。何してんだあいつ。福松伸也さん。うちの人じゃん。小上博道さん、白石健人くん、本橋大輔さん。あー、みんな知ってるな。女性は石上静香さん、矢作さゆりさん、谷育子さん、本泉里奈さん、江野吉真也さん、風間真由子さん、今泉陽子さん、相川遥香さんですね。やっぱうちみゆきじゃん。あ、結構マウスの人方多いですか。しのぶさんもそうなんだ。ちなみにキャラクターのそのプレイヤーキャラの方はちょっと見てみますか。あったな、この技。あ、竜はやっぱ高橋ひろきさんですね、うん、へえ。あ、前野さんですね、ルーク。あ、あ、新キャラジェイミー。あ、新キャラじゃない、あ、新キャラジェイミー。さっきのなんか三つ編みカンフーみたいな、うんうん、竹内俊介くんですよ。へぇ、うん、チュンリーは織笠さんですね、うんうん、やっぱ。あ、ガイルって安本さんなんだ。あ、そうなん。へぇ、キンバリーが遠山さんです。ボコボコにされました。あれ、ダルシム強っ。声優を見ている間に、へー、はい、閉店ガラガラ、そろそろおしまいのお時間でございます。はい、いかがでしたでしょうかね。ちょっと僕今回もしかしたら出番少ないかもしれないですけど、今後はこんなようなことがないように。はい、多分冒頭10分15分一人で喋ってるよ。ストリートファイターでもないゲームをやって、そう、キャプテンコマンドをやってたから。いや、大変申し訳ないです。あの、次回はね、しっかり最初から2人揃ってお届けできるようにしたいと思います。はい、ちょっとこんなゲームやってほしいとか、ツイッターリクエストございましたら、ぜひぜひメールを送ってください。はい、番組のページにございますメールフォームからお気軽にお送りください。会員限定のおまけコーナーもございますので、ぜひラジトモ会員に登録をお願いいたします。はい、そしてラジトモは今年で15周年です。現在ラジトモ15周年アニバーサリーニコニコフェス23サマーが開催中です。その企画の一環としてラジトモポストを実施します。うん、この後収録後に僕らがラジトモメンバーへの質問をポストに投函、来月の放送で各番組質問に答えていくのでお楽しみに。うん、次回の放送は決まり次第ラジトモホームページで告知しますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では本日のお相手は川西健吾と寺島俊太がお送りしました。またねー。
波動拳、昇竜拳、